ちである私に殺されることを光栄に思うがいい。十二鬼月、鬼舞辻直属の配下です。腕が増えた。さあ遊び続けよう。朝になるまで、命尽きるまで。ここで私の術を使うと炭治郎さんにもかかってしまう。ユシロウも攻撃に転じるには準備が必要。このままでは。まただ。どこにも当たってないのに軌道が変わった。血の匂いは2種類、鬼は2人いる。匂いと位置も分かってる。だけど。ダメだ、構う余裕がない。私たちは治りますから気にしないで。おい、間抜けな鬼狩り。矢印を見れば方向が分かるんだよ。矢印を避けろ。矢印、ったく、そんなのも見えんのか。俺の資格を貸してやる。そうしたらマリオンナの首ぐらい切れるだろう。見えた。この矢印で周りの軌道を。動かしていたんだ。そこだ、いくよ、よし、いくよ、じゃあ、せー